お花紙で作った睡蓮の花を形を崩さず収納できる簡単で便利な方法です。この方法は睡蓮以外にもお花紙で作った花に使うことができます。材料は OPP フィルムです。花束を包む透明フィルムやパンフレットなどが入っている透明な袋が使えます。撮影用にマジックで線を引いて分かりやすくしていますが、実際の作業では必要ありません。 OPP フィルムを幅約20センチに切ります。少し広めがいいです。フィルムが1センチほど重なるようにセロテープで留めます。筒状になったら7、8センチ幅に切っていきます。切ったら1枚残して重ね、残しておいたフィルムの筒に通しておくとバラバラになりません。お花紙で作った花をこの筒状の OPP フィルムの中に押し込みます。花びらを潰さないように真ん中を軽く押さえ、周りから包み込むようにして入れます。慣れてくると素早く入れることができるようになります。これを透明なビニール袋に入れておけば簡単に収納でき、入っているものが一目でわかります。早めにたくさん作っておき、飾るときに袋から出して軽く広げると元の形に戻ります。外した OPP フィルムの筒はまとめてナイロン袋に入れておき、繰り返して使いましょう。色があせていなければ次の年も使えるので、同じようにして収納しておきましょう。これを一度作っておけば、お花紙で作った花を飾る時の準備や片付けが楽になり、壁面などの飾りを季節ごとに鮮やかに変えることができます。